く晴れた天気になりました。甲子園球場です。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中には、ね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいですね。そうですよね。まずはタイガースの先発藤浪が甲子園のマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。仕上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。入れてきました。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。際どいボール外れました。流しました。これはどうだ。またファウル。ここもファウルです。まあ、バッター追い込まれてるんで手を出してきますよ。ボール気味でいいですね。はい、振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている亀澤。藤浪、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは藤浪、そしてキャッチャーは鶴岡。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。落ちる球できました。アウトコース見送ってストライクです。ワンボールツーストライク。落ちる球を持ってきました。打ちました。取った。一塁送球。アウト。ツーアウト。バッターは3番のルナ。ツーアウトランナーありません。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。インコース見送ります。ノーボールツーストライク。打ちました。セカンド弾く。ボールを拾って一塁アウトでスリーアウトチェンジです。西さん、長いシーズン怪我な鳥谷が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球わずかに外れてボール。高め空振り。打ちました。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている今成。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。外の低めに手を出しました。あっという間にツーストライクです。変化球空振り。ツーアウトになっています。3番バッター福留。ツーアウトランナーありません。次が2球目。変化球、これは空振りです。ノーボールツーストライクです。インコース変化球決まりません。外、これはボール。打った。ライトに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてスタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトからランナー出ました。タイガー、いいところへ決めてきます。ストライクです。打ちました。
セカンド取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回になります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスは4番平田。タイガース得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね、2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。バッターボックスには5番森野。藤波、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド変化球決まっています。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打席には6番バッターエルナンデス。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはどうか、ショートの左抜けました。ツーアウトランナー一塁、バッターは7番に入っている藤井。ヒットでランナーを一塁に置いています。改めてお聞きします、バッターの藤井、どういうバッターなんでしょうか。まあ右打席で変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0。2回裏に入ります。タイガースの攻撃、5番バッターマートン。タイガース0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンス。さあまず1球目、インサイド見送っています。ストレートはわずかに外れました。インサイド、ライトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。ライト掴んでツーアウト。バッターは7番に入っている鶴岡。ツーアウトになっています。インサイド落ちました。ヒットになった。ツーアウトからランナー出ました。タイガース、これが1球目、ライト方向を流しました。これはどうだ、抜けました。タイガースチャンスになりました。ツーアウト2塁1塁、先発の藤波がバッターボックスです。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球、ランナーが溜まりました。ツーアウト満塁です。さあそしてバッターボックスには鳥谷が入ります。さあ初球から打っていった、センター前へ抜けていく、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース先制、1対0、なおも満塁のチャンス。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。ピッチャーに対してもいいプレゼントになりましたね。これで1点差となりました。ここで畳みかけたいですね。さあこのチャンスでバッターボックスには2番の今成が入っています。外のボール打った、掴んでスリーアウト。この回の攻撃は、小宮山さん、先制点をプレゼントしてもらっていますが、ピッチングにも変化が出ると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、やっぱり点を取ってもらえたということで、余裕みたいなものが出てきますよね。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。ファウルになります。打ちました。ヤマト、アウト、ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の大野がバッターボックスに入ります。まあ打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。低めの球、ノーボールツーストライク。
ファウルになります。さあ4球目は何か。打ちました。ここは打ち上げています。大和が掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター大島、2アウトになっています。引っ張った。これはどうだ。ヒットになりました。同点のランナーを出してしまいました。2アウトランナー1塁。さあ1塁には同点のランナー、バッターボックスには亀沢。走ってきた。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。カットボール見送ってボールです。3ボールになりました。打った。取った。1塁アウトで3アウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったドラゴンズ。西さん、先に試合の主導権を握ることができました。この後どんな展開予想されますか。まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。打ちました。右中間に強い打球。これはどうか。右中間真ん中破りました。バッターランナーは二塁到達。これで丸。さあそして打席にはゴメスが入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。3球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げる。これが初球。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。インサイド打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました。ファールボールです。振っていきましたが三振。ワンアウトです。6番バッター伊藤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。2球目打ちました。さあどうだ。ライト線フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。さあ初球は何か。インサイド落ちました。これはどうか。サードランナーホームイン。タイガース1点。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て。内から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールに打ちました。ヒットになった。二塁はセーフ。サードランナーホームイン。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。この流れに乗ってね、この回で大きく勝ち越しておきたいですよね。またしても点が入りました。痛烈センターに抜ける。二塁はセーフ。これでマルチヒット。ワンアウト満塁です。打順はトップに帰って鳥谷。タイガースこの回3点を入れています。さあ4点をリードし、なおもリードを広げる。センターへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードランナーを蹴った。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン。タイガース追加点。6対0になりました。これでこの回5得点。ビッグイニングになった。バッターは2番今成。序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずに打ってほしいですね。2球目打ちました。1塁へ送ります。おっと送球がそれた。アウト。2アウト。2アウトランナー3塁2塁となりました。バッターボックスは3番福留。今日はここまでマルチ安打を記録しています。タイガースこの回は打者一巡。打ちました。取った。1塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。回は4回の表。ドラゴンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはルナ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。タイガース大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。
小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。なるほど。さあ、ここからどう抑えていくかも注目です。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番平田。藤浪、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。切れていきます。ファウル。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあ、どう来るか。インコース決めました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。これで2。打順は5番森野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インコース決まってストライク。2球目決まっています。三振になります。3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。6対0タイガース大量リードしています。タイガース4回裏の攻撃になります。ゴメスがバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。ミッサーダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところです。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスには5番マートン。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターから遠いところ空振りになります。ノーボールツーストライクです。アウトロー外れます。打ちました。ショートが取る。一塁送球。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番伊藤。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。膝元決まった。3球目は何で来るか。アウトコース打ちました。サード取った。一塁アウト。スリーアウトです。小宮山さん、この回を抑えるとピッチャー勝ち投手の権利を得るわけですが、監督としてはこの後継投どうしますかね。そうですね、できれば1イニングでも長く投げてもらいたいというふうにベンチは思っていると思いますね。ベンチワークにも注目しましょう。インハイ決まります。ノーボールツーストライク。インコース落としました。次が4球目。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。インロー見極めています。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。ご覧いただきましょう。初球ストライク。スピードボールを持っています。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。高め打ちました。これはどうか。破りました。センター前。ワンアウトランナー一塁です。打席には8番バッター杉山。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。見逃して三振です。これで2アウト。バッターは大野。2アウトランナー一塁です。空振り。ノーボールツーストライクです。変化球空振り。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対0タイガース。これから5回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは鶴岡。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。切れていきます。ファウル。変化球空振り。ワンアウトです。打順は8番大和。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めのボール、これはどうだ。
センターに抜けました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打。初球は何で来るか。あっと来れない。バッテリーエラー。ボールを拾って、ここはバントを警戒する守備体勢ですね。インサイド落ちました。三塁へ送球する。これで3打数3安打の猛打賞。まず何を投げてくるか。初球から際どいコースをついてきます。外際どい球、ボールになります。打ちました。取った。二塁へ。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、ランナーを二塁に置いて打ち返すも内野ゴロ。先制のチャンスを逃します。2回の裏、一打先制のチャンス。1番鳥谷、初球を叩いてタイムリー。タイガース先制します。3回の表、ランナーを二塁に置いて、ここは内野ゴロに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。裏の攻撃、ノーアウト二塁の場面、4番ゴメス、センターへ運ぶタイムリー。タイガース1点を追加します。さらに続きます。ワンアウト二塁三塁で7番バッター鶴岡、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。続く攻撃、ワンアウト一塁三塁で8番大和、センターへ運ぶタイムリー。タイガース1点を追加します。5回の表、ここも三振、次々と三振に切って取ります。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。打順は1番に帰ります。バッター大島、前の打席は外の球を打たれましたから、ここは内と外にどう散らすかがポイントになりますね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。アウト、ワンアウト。打席には2番バッター亀澤。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。アウト、ツーアウト。さて小宮山さんならこのバッターどう攻略しますか。まあ、そうですね、初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。インコース決まっています。アウトコース空振りです。ノーボール2ストライク。打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この6回の裏タイガースの攻撃、2番バッター今成、今日はまだ当たりがありません。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。低め、これは決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。いい当たり、これはどうか、センターへ抜ける。今成、これが自身本日の初。初球は何から入ってくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。空振り、落ちるボールです。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには4番ゴメス。ワンアウトランナー1塁です。低めのいいコースに決まった。ノーボール2ストライクです。バットに当たりません。三振。2アウトになっています。5番バッターマートン、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナー1塁です。これはバットが泳ぎます。これが3球目。打ちました。セカンド取った。そのまま入って2塁、フォースアウト。3アウトチェンジです。バッター
小宮山さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあ、そうですね、非常にいい感じで投げてますから、まあ、最後までという感じになってますかね今。そのベンチの期待にぜひ応えたいピッチャーです。狙いは良かったと思いますね。そうですね。胸元へ決めてきました。ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。これで10個目の三振を奪いました。いや、非常にハイペ。アウトコース見送ってストライクです。スピードボールを持っています。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスエルナンデス。ツーアウトランナーありません。引っ張った、これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。7番バッター藤井。さっきはアウト。引っ張った、ファーストの左抜けました。これでマルチヒット。バッターボックスには代打の福田。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。まあ点差がありますからね、抑えることに集中したいですよね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。このピンチは空振り三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対0タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブンタイガースの攻撃に入ります。さあ交代を告げられリリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。ドラゴンズの7回の裏タイガース。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。そうですね、難しい状況がないわけですから、とにかくバッティングに専念できるということですよね。なるほどね。引っ張った、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは7番鶴岡。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。ストライクになります。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。打ちました、これはどうか。おっと、取った。一塁送球アウト。これぞプロというようなプレー。バッターボックスは8番山野。今日はここまで猛打賞を記録しています。ツーアウトランナーありません。低めの球手を出しました。空振りです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。7回終わって6対0タイガース。これから8回、点差が大きく開いたビハインドの場面ですが、ドラゴンズは代打を送ります。バッターボックスには代打の小笠原。小宮山さん、この場面で変えてきましたね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね、しっかり抑えたいところですね。そうですね。さあ注目しましょう。さてこの小笠原、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、外野の間を抜いていくような低くて強い打球が多いのが見逃し三振。ワンアウトです。打順はトップに帰って大島。今日は盗塁を一つ成功させています。藤波、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めに決まりました。ノーボールツーストライク。打ちました。ヤマト、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。2番バッター亀沢。
今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。アウトコース打ちました。送球する。ツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスルナ。まあタイガースとしてはこの終盤でこれだけの点差があるんで焦らずピッチングできますからね。なるほど、そうですね。次外すにしても意味のある。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。セカンドランナーは残塁に。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。8回の裏、先発の藤波がバッターボックスです。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。インサイド落ちました。これはどうだ。あっと追いつく。一塁へ。アウト。スタンドのファンからも。打順は1番に帰ります。バッター鳥谷。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。打ちました。ショート取った。アウト。ツーアウト。バッターボックスは2番今成。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。打ちました。亀沢一塁アウト。スリーアウトです。この回完封を予感させる投球でここまで来ています。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね。あと1人頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。打ちました。これはどうか。センターに抜ける。平田、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。最初は変化球できました。ボールになります。コーナーをつきます。148キロ。バットは動きません。よく見ています。引っ張った。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。ワンアウトランナー二塁になりました。バッターは6番エルナンデス。まあタイガースとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。ランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。バッターボックス藤井。まあタイガースとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。落としてきましたがこれは外れます。インコース高めはストライク。ワンボールツーストライクです。右に切れてファウル。セカンドの左掴んだ。一塁アウト。これでスリーアウト。最終回無失点で試合終了です。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、リリーフを仰ぐということが主流になっている中での無四球完封ですから、これも相当評価していいと思いますね。ベンチの大きな期待に応えました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。
ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。